全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回はわしがトラウマを持っているポケモンメガヤンマが緑の仮面より復活したんで使っていこうというふうに思うぞ。かつてモコウ先生とポケモン対戦をした時にメガヤンマに3立てされて、それ以降わしね、このポケモンにトラウマを持ってるんですが、まあせっかく追加されたということで使っていこうというふうに思います。じゃあ持ち物今持たせてないんですけど、気合のたすきで運用していって、テラスタイプが地面じゃな。で努力値が CS ブッパ、特性が加速で毎ターン素早さが1段階上昇されていくので、まあ技構成の中にね守るあると思うんですけど、これで素早さをねがっつり上げて、エアスラでひるみ狙ってもいいし、虫のさざめきでねダメージ与えてもいいし、で地面テラスタルすることによって、まあ鋼とかね炎とかそこら辺にしっかりとダメージを与えて倒していくっていうシンプルな特殊アタッカーでございます。なんかね3立てされちゃったんだよね。っていうそれぐらいポテンシャルあるんだよな、メガヤンマってポケモンは。やっぱ加速っていう特性が強いから、なんか油断してるともうメガヤンマ誰も上取れないねってなって、エアスラでひるまされて死ぬんで、そのね、3立てされた時の恐怖を、ポケモンバトルをやってるトレーナーにみんなに味わっていただこうというふうに思うぞ。それでは早速ポケモンバトルやっていこう。ピッピガチー、マッチングいたしました。相手がゴーカザル、ジャラランガ、鉄の武人、ガラルサンダー、イーネイヌ、そしてラストがウーラオシということで、よろしくお願い申し上げるんですが、なんか格闘統一みたいな感じだな。メガヤンマ突き刺さっちゃうんじゃないの。さあどうするか。先発メガヤンマからいくか。メガヤンマで荒らして、ランドロスのこだわりスカーフで荒らして、でラストオーガポンか幅紙で締めていきたい。どっちがいいかな。オーガポン刺さってるようでそこまで刺さってねえか。いやでもオーガポンいた方がいいかもな。よし、さあお相手先発ゴーカザルを繰り出してくる。わしはメガヤンマをプチ投げていき、ゴーカザルはステロ巻いてくる可能性ありますけど、まあとりあえず守っとけばいいの。わしなんてモコウ先生と対戦した時メガヤンマに3立てされたんだからな。それをね、その悪夢を相手にも味わわせてあげようという粋な計らいじゃ。さあ守り散らかしていく。すり替え、うわ誰。さあ加速で攻撃が上がって、じゃあ素早さが上がっていき、だりけど安ら連打だな、ひるませりゃいいんだもん。さあお互いの道具を入れ替えてくる。こだわりスカーフを手に入れて、気合のたすきを奪われていく。さあもうこれでね、このメガヤンマをね抜き去れるポケモンは存在しない。一方的な蹂躙をお見せしよう。もう止まんねえぞー、上からひるませるだけの簡単なゲームじゃ。さあタンバリンを繰り出してくる。ジャラランガか、鋼照らすだろうな。ランドロスに引こう。行けランドロス。さあ威嚇で A を下げていく。相手は何照らしてるんだろうんだい。鋼照らすだ。ブレイジ、じゃあソウルビートだね。地味に嫌だなソウルビートな。さあ全能力1段階上昇、ノドスプレーで特効が上がっていく。まあ一旦自信っすね。スケールノイズ耐えられないランドロス。メガヤンマ上取れてんのかな。テラバースト地面で倒せる気しねえんだよな。でオーガポンも多分ワンパンされると思う。ワンパンされっかな。オーガポン、いや2段階上昇だもんな、 C がな、ノドスプレーで。ここは照らしてるテラバースト打つしかねえな。だから特防上がってんだよな。いけるのかお前、本当にいけるのか。メガヤンマのテラバースト、
惜しい。危ねえ。耐えた耐えた。オッケー。先制技持ってないならばよし。危ねえ。頑張ってくれた。相手火炎放射じゃなくてスケールノイズだったら落ちてたな多分な。ああちゃんとテラバースト弱点じゃん、ラッキー。はい、高専が選ばれていく。危ねえ、なんとか勝てた。はい、対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手が血を這う羽根、コータス、ヒードラン、うねる水面、ハッサム、そしてラストがオーガポンチということでよろしくお願い申し上げるんですが、そうだな、先発コータスがステラ巻いてくる可能性があって、それされるとメガヤンマさんの気合のたすきが削れてしまうということで、あまり美味しくないんですよね。メガヤンマ先発いくわ。で、裏がオーガポン。で、ラストがランドロスでいこうかな。これでいきます。お願いします。さあ、お相手先発、コータスを繰り出してくれ。ここまでは予想通り。で、メガヤンマさんね、今回ね、テラスタル、地面を採用してるんで、もう思い切って、もう地面テラスタル、テラバーストで吹き飛ばしてやろうかなと思って、この赤コーラをね、うん。コッパみじんに吹き飛ばして、で、裏に一気に負荷かける。で、悠長にステルスロックなんて打ってくるようであれば、そのまま潰す。メガヤンマ、テラバーストうっ、ワンパンはい、コータスザコでーす。コータスバカでーす。まさかワンパン？レイドの王。なるほど。日本バレー古代活性を発動、素早さが高まってくるが、多分一回抜かれてるはずなんだよな。ここ抜かれてるから、一回守るでいいと思うんだよね。ハイドロスチーム。さあ攻撃から身を守っていく。加速で素早さが上がっていき、ここエアスラーでひるませればいいんでしょ。ああダメ、ハイドロスチーミング、打ち込まれて残り HP1。 さあ気合のたすきで持ちこたえていくんだよな。で、相手は命の玉持ちだというのが分かりました。まあ、エアスラチンパンでいいかな。メガヤンマーはもう 1.5 体持ってってっからだいぶ頑張ってくれた。あらら、これもしかしてハイドロスチーム打ったら命の玉ダメでお前死んじゃうんじゃないのかい。あらららら、ら終わっちゃったね。めちゃくちゃ持ってったな。おいやべえ、メガヤンマーおめえ強えな。で、まあラストとなんだかわかんないけど、とりあえずオーガポンから出していくか。ハッサムです。行けオーガポン。さあ型破りだということで、相手テラスタル切ってないんですよね。だからワンチャン水テラスタル切ってくる可能性があって、まあでもツタコンボでいっか。めっちゃダメージ出るだろう。あとはもうランドロスで押していけるもんな。さあ、お相手テラスタルを切ってくる。炎テラスタル。ああ、じゃあ、なお勝ちだわ。なおさら勝ち。地震の、地震で弱点つけるんで。うわぁさあ、相手テラバースト、等倍だからな。結構いいダメ入っちゃいそう。わお。オーガポンですら。残り HP4 まで削られてしまうと。素晴らしい。バレットパンチ、OK。いや、いいね。奇襲性能の高さが伺えますね。はい。メガヤンマの。うん。相手はメガヤンマ多分舐めてたと思うんですよね。そこら辺で虫網ブンブン振り回してたら手に入りそうな、ねえ、トモポケモンじゃないですか。できるんですよ。だってわしこのポケモンに3盾されてんですからね。バレットパンチじゃ当然落とせない。
ランドロスの地震攻撃、はい、ばっくり大ダメージを与えていき、いやこの試合はマジで活躍した。びっくりした、こんなに活躍すると思わなかったわ。はい、対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がシェイミー、オーガポン、ドオー、巨人ウォーン、カイオーガ、そしてラストがサザンドラということで、よろしくお願いします。あー、どうしましょうねこれね。とりあえず先発何から来るかすら想像できねえんだけど、マジで。まあメガヤンマから行くか、何かしらできるだろうメガヤンマいれば。でヒードラン連れて行って、ラスト1体どうしましょうかね。まあ、物理ポケモンいないと銅で積むから、まあパオジアン行くか。お願いします。さあお相手先発シェイミーを繰り出してくる。わしはメガヤンマをプチ出していき、シェイミー素早さとりあえず早いんで一旦守るしときましょう。守るすれば抜ける気がするんだけど、抜けないかな。相手はエアスラッシュ、はい、しっかりと守り散らかしていく。さあ加速で素早さが1段階上昇。まあ抜けるだろ。お、シェイミーを引っ込めてくれた。カイオーガを繰り出してくる。なるほど、じゃあカイオーガはもうひるませて殺すから大丈夫。勝て、チョッキーっぽいなこれ。硬すぎだろ。マジで硬すぎだろ。おい、お、でも結構急所ナイス。ひるめ、雷いて。どうなんだろう、メガヤンマ雑に扱わない方がいいんだよな、ぶっちゃけ。ここどうせ雷でしょ相手。いやここね、相手ね、どうせバカだから雷連打してくるんだよ。それを見越してこの立ち回り、これを通せれば勝てんだよな。通してやるよ、この圧倒的不利な対面を。さざめけ、硬すぎだろマジで。しゃあないわこれは。普通に技打ち分けてきたわ。根源外したらどうするつもりだったんだお前は。死ねえ。バカが。ふざけやがって。さあシェイミングをまた繰り出してくる。ドランバックだな、頼むぞヒードラン。さあ効果今一つのようだ。雨が上がっていく。エアスラチンパン、いるんで技が出せない、想定の範囲内だ。ひるみだけじゃ勝てねえんだよこのゲームは。教えてやれヒードラン、教えてやれ教えてやれこのバカに。ヒードラン、はい、バカがよ、そんなうまくいくわけねえんだよ世の中、アホしねえ。負けた。いやまだ負けと決まったわけではないんだけども。え、テラスタル切るの。お、切るんだね。バカ。バカだねアホツ。バカで助かるよ。型破りだったらなんとかなったね。伝説ポケモンなんかに頼ってるからそうなるんだよ。ダメ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 、ちゃんとね、みんなと土俵に合わせて戦わないとね、自分ばっか ずるっこしちゃダメだからね、ほんと死ね、この春日。ハハ、好き放題言ってぐちゃぐちゃにして終わり。あー、なんか伝説中って大したことないんだね。いかがだったでしょうか。やっぱ強いよね。やればできる子なんじゃよ、メガヤンマ。しかも、テラスタルすることによってね、その炎とか鋼とかそういう打点のない相手にもしっかりと打点を持っていけるんで、奇襲性能は
かなりね、以前のメガヤンマと比べ物にならないくらい上がってるので、使っててね、めちゃくちゃ楽しいポケモンであることに変わりはないんですが、やっぱ先制技とかにはね、若干弱い部分とかあるんで、そこ気をつけていきつつ、ぜひね、もうすぐレギュレーション E 始まりますから、このメガヤンマもね、使ってあげていただきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞー。ピッピガチュー。